ングサウンドオンラインの、YouTube チャンネルいつもご覧いただいてありがとうございます。今日はですね、神奈川県相模原市にあります株式会社デジタルストリームの本社の方にですねお邪魔しております。今日、こちらでお話を聞かせていただくのは、DS オーディオの代表の青柳さんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。デジタルストリームという会社なんですけど、そもそもどんなあの会社だったんでしょうか。はい、はい、私も1988年に創業した会社でして、はいはい、当初は光の受託開発業務、ディスク評価用ピックアップっていう、はいはい、ピックアップを作る会社として創業したんですけど、うんうん、その後受託開発、はい、光の受託開発ですね、光の製品を開発する会社として長く、うんうん、開発、まあ、大きな会社さんがこういう光を使ったこういう製品作りたいよっていうものを開発して納めるっていう仕事を長くやってまいりました。はい、いわゆる CD が誕生した時のあのタイミングっていうことですか。そうですね、1988年にディスク評価用ピックアップっていうのはディスク CD を製造する工場で使われるものでして、そのピックアップで作られた CD とかを読みます。でその CD がに読み取りエラーとかが出た場合はその CD の製造が悪かったよねっていうことで作り直すみたいな用途で使われてるんで、ものすごい高精度のピックアップ、まあ、検査機器みたいな。そうですね、検査機器を作る会社として創業してます。はい、それが今やその何十年か後の現在、はい、光カートリッジを手掛けてらっしゃるということですけど、はい、実は光カートリッジって、まあ、古いオーディオマニアの方はご存知かもしれないんですけど、はい、50年ぐらい前にそうです、ね、まあ、一時登場したことがあったんですけど、まあ、それがなぜ今もう一度蘇ることになったのか。はい、まあ、1972年ぐらいに、はい、東芝、シャープ、トリオ、ケンウッド、うん、4社ぐらいの会社が光カード、うん、光電式カートリッジで作ってたんですね。うんうんうん、で、まあ、そこがスタートです。長らく途絶えていたんですけど、はい、まあ、ことのきっかけが、まあ、私今37歳になったんですけど、はい、レコード世代じゃないんですよね。ああ、そうか。でレコード聞いたことなかったんです。である時に、うん、うちの会社の顧問をやられてた方に、はいはい、レコード聞きにおいでよって言われて、うんうん、で聞きに行ったんですね。でそしたらマイケル・ジャクソンのスリラーかけてくれて、うんうんうん、でもものすごいいい音だったんですよ、うん、レコードで。で僕初めてそれレコード聞いて、はいはいはい、で驚いて、うん、何ですかこれって言って、うん、でやっぱり新しい製品、一番新しいものが一番いい音するって当然その時は思ってたんですよ。うん、その時は僕 iPod でバイクとかでこう毎日音聞いてるような感じで、まあ、普通の若者ですよね。そうですね、はい、で、それが一番いい音すると思ってたんですけど、うん、この黒い板から、うん、その iPod の中で何倍もいい音して、うん、もう衝撃を受けたんですよ。でこれ何ですかって言って言ったら、うんうん、その時使ったのその方が使ってたのが、うん、東芝の C100P っていう昔の光電式カートリッジ使ってたんですよ。うん、で光ってて、うん、これなんで光ってんですかみたいなことを話聞いたら、うん、いや実はねって言って、うん、これ何十年前にこうやって光電式カートリッジあったんだけど、うん、みたいな。でいっぱい持ってたんですよ、光電式。もう東芝の方だったんで、その昔の車販みたいなんで持ってて、うん、で今デジタルさん光の技術あんだからこれあげるからやってみたら、うん、みたいな感じでもらったんですよ。でやっぱそこで聞いたそのレコードの音っていうのは僕衝撃で、うんうん、で次の日持って帰ってきて、うん、で顕微鏡で開けてみたんですね。そしたらなんてことないゴムに感じればブスって刺さって遮光板がペッてついててあこれならできんじゃんって思ってスタートしたのがきっかけなんですよ。うん、へえ、なんかすごい話ですね。だからそこで MC カートリッジもし使ってたら、うん、まあ、多分こうやって作ることもなかったし、うんうん、あそこで音に対して衝撃というか、うんうん、なんかなんだこんなもんかってもし思ってたら作ろうとも思わなかったし、うん、なんかでその時に昔の40年前のカートリッジは音良かったんだけど、うんうん、まあ、LED とかなかったし、うん、ハードウェアも全然十分じゃなかったから、うん、まあ花開かなかったんだけど、うん、みたいな話されて、うん、いや40年前のカートリッジでこんないい音するんだったら、うん、LED 使って、うん、なんか今のハードウェア使ってやったら、うん、すごいものなんじゃないかなっていうのが、まあ、あって、うん、でスタートしたって感じです。そういう流れがあるんですか。
まあね、iPod でイヤホンでバイク乗ってっていう人たちが、ね、そういう体験してもらってオーディオの世界に入ってくれるのがすごく、なんだろう、今ありがたいなと思ってる感じだと思うので、なんかそれがその創業というか光光電式カートリッジに組み込まれた、はい、まあ、きっかけっていうのはなんかすごいいい話だなと思いました。そんな偶然ですね、はい、だレコード聞いたことなかった世代なので、そうなんですね、はい、まあ、今は光カートリッジって言ってますけど、はい、原理的には光電式っていうものなんですよね。で、はい、で、まあ、光ってつくと、まあ、なんとなくあの他の方式みたいなものとか、はい、思い浮かぶ、まあ、マニアの方は結構多いと思うんですけど、はい、あの基本的に光カートリッジの原理っていうのはどういうものなんですか？はい、光カートリッジっていうのは、うん、基本的に感知レバーがあって、うん、はいはい、針があって、こう針を落としてみたいな、うん、なんていうんですかね、 MC カートリッジと基本的な構成あんま変わってないんですよ、うん、何が違うかっていうと、後ろ側、針先より後ろ側のところに MMMC カートリッジっていうのは磁石とコイルを使って磁界を切ることで発電してるんですね、うん、ただ光カートリッジっていうのはその後ろ側に磁石とかコイルがなくて、うん、LED があって、うん、まあ、昔はランプですけど、うん、後ろに太陽電池、フォトディテクターがあって、うん、その間に薄い遮光板があって、うん、光の明暗、まあ、明るい暗いっていう、こう影の動きを検出してるんですね、うんうんうん、なんでよく光カートリッジっていうと、うん、針がないんですかとか、うんうん、言われることあるんですけど、うんうん、もう針、まあ、基本的な取り扱いとか、うん、あの後ろ側以外に関しては、うん、もう MMMC カートリッジあんま変わんないんですよね、うんうん、針先があって振圧かけて水平性調整してみたいな感じですね、うんうん、まあ、ただあのカートリッジが最初光ってるのを見て、はい、結構そうです、ね、驚いたんですけど、はい、だからあの光らせるってことはその 電源がいるということ で、 そうです、ね、あの普通の今あの、まあ、アンプについているフォーイコライザーとかは、まあ、使えなくて専用 の、 あのフォーイコライザーが必要になるってことですね、はい、今こちら映ってますけど、はいはい、専用のフォーイコライザーがどうしても必要になってしまいます、うんうんうん、でその理由なんですけど2つありまして、うん、はい、1つは、うん、当然今おっしゃっていただいた電源供給、うん、カートリッジ光らせるのに 5V をイコライザー側から供給するんですけど、うん、電源供給が必要だっていうのが一つの理由です、うんうん、でもう一つの理由がちょっとテクニカルな話になっちゃうんですけど、うん、RIAA のフォノイコライザーのカーブ自体が、うん、MMMC カートリッジとちょっと別になるんですよ、うん、で簡単に説明すると、うん、MMMC カートリッジの出力って速度比例型って言われるんですよ、うんうん、どういうことかっていうと同じだけ動いてもゆっくり動いたらほとんど発電しないんですね、うん、ただぐーっといっぱい早く動くといっぱい発電するんですよ、うんうん、で自転車昔漕いでる時にこう、うん、車輪にこうついてこうゆっくり漕いでる時あんまり光んないけど、いっぱい漕ぐと発電機、はい、うん、ありましたよね、うん、あれと近いもんで、うん、ゆっくり動いてる時は発電しない、早く動くといっぱい発電する、うん、なんで右肩側にこう出力って上がるんですよ、全く同じ振幅で刻まれたレコードがあったとすると低い周波数だとほとんど発電しない、うん、で速度比例なんで速く周波数速くなると速くなる、うん、高くなると速くなるんで右肩が上がりますっていう、うん、速度比例型っていうのに分離されます、うん、ということは高い音は音が大きくなると、そうです、全くもし全く同じ深さでレコードが 15Hz から 20kHz まで刻まれていたものとしたらです、で速度に比例して出力が上がります、うん、で片やこの光カートリッジとか、うん、あと昔のクリスタル型とかコンデンサー型のカートリッジっていうのは振幅比例型って言います、うん、で何をどういう意味かっていうと、振幅に比例する出力が出るんですね、うん、だから溝の深さ、うん、なので例えば全く同じ深さで刻まれている 15Hz から 20kHz まで全く同じ深さで刻まれているレコードの溝があったとすると、うんうん、光カートリッジって完全にフラットに出るんですよ。うーん、ただ速度比例型である MMMC カートリッジは6デシベルオクターブで右肩にガッと上がるんですね、うんうん、なんでそんな形で MMMC カートリッジと光カートリッジって全く同じレコードを読んでも出てくる出力ってまるで違うんですよ、うんうん、なんでそういった理由でここに必要なフォノイコライザーのカーブ自体がもう MMMC のものと光カートリッジのものって別になるんですね、うん、で光カートリッジは圧倒的にシンプルに作れるんですよ、うん、あの
特性が素直なんでまっすぐ出てくるんで、まあそういった意味で回路自体も違うっていうのがまあ2つ目の理由ですね。まあ、この光カートリッジ DS オーディオさんの方で光カートリッジ作ってますけど、ホノイコライザーは他のアンプメーカーとかが作ってたりするじゃないですか、はい、でそこのエンジニアさんなんかに聞くとすごくレベルが高くてシンプルで作りやすいんだっていうのは聞いたことがありますね、はいはい、出力カートリッジの出力って MMMC って 0. 何ミリボルトみたいな世界だと思うんですけど、このカートリッジって60ミリボルトとか桁違いに高い出力出てくるんですね。でこのホノイコライザーって、まあ、ざっくり言うと10倍くらいしか増幅しないで済むんですよ。なので、まあ、こいつの出力自体がもう圧倒的に MMMC より高いっていうのが特徴だったりしますね、はい、まあ、素人考えですけどレベルが大きいってことはノイズは少なくなるのかなっていう気もしますけど、そういうことなんですね、はい、で MM カートリッジ MMMC に対しての光カートリッジのメリットとして、はいはいはい、まあ、レベルが大きいということは一つありましたけど、はい、その他にどんなメリットがあるんですか、はい、一番大きなメリットはですね、うん、光カートリッジって磁気抵抗が一切ないんですね。磁気抵抗、はいはいはい、MMMC カートリッジっていうのは磁界の中でコイルか、うん、磁石が動いて発電します、はいはいはい、で発電するとき磁界を切ってるんですね、うんうん、磁界を切るってことは昔マイナスとマイナス近づ、うんうん、もう磁石近づいた時に抵抗あったと思うんですけど、うんうん、ああいった磁気抵抗が離れていく、そうですよね、離れていくような磁気抵抗、うんうん、ああいう反発力を常に受けながら動いてるってことなんですね、うんうん、それに対して光カートリッジっていうのは、うんうん、磁界とかも磁気全く使ってないんで、うん、薄い板、まあ、後ほど見ていただきますけど、うん、薄い板が遮光板の板が動いてるだけなんで、うんうん、ここに磁気抵抗とか一切ないんですね、うん、極めて空気抵抗があるオンリーだけそんだけですね本当にそれだけ、うん、で背負ってるものもでそこで動きやすいんですね、うん、なんで磁気抵抗がないっていうのが一番大きなメリットです、うんうん、でもう一つのメリットが、うん、まあ、背負ってるもの自体、うん、感知レバーの後ろに遮光板っていうのがついてるんですけど、うん、それが100ミクロンの薄い板だけなんですね、うんうん、なんで MC カートリッジだとその後ろ側にこう十字のコアがあって、うん、そこにコイル巻くんですね、うんうん、まあ、重くなりますよね、はい、うん、だいたい一般的な MC カートリッジの10分の1以下くらいの重さのものしか乗っからないので、うん、まあ、針先から見ると磁気抵抗もないし、うん、背負ってるものも軽いんですごい動きやすいんですよね、うんうん、だから感知レバーがあってその後ろにその磁気だとかコイルがあって、はい、視点から見たら何だろう、その作用点っていうの針先には結構な力がやっぱ必要ってことですよね、はい、そうですね、基本的にすごい振圧かけて動いてるんですけど、うんうん、でその間に重たいものが乗っかってるんですよ普通は、うんうん、でそれがもうすごく軽くなるんで、うん、針先からするとすごく動きやすくなる、うん、っていうのが、まあ、その磁気抵抗がなくて背負ってるものが極めて軽いっていうのが光カートリッジの基本的なメリットですね、うんうん、磁気抵抗があって背負ってるものが重いっていうことはレコードからの針、レコード板の溝を針がトレースして拾ったものがそれが音楽信号とするとロスするっていうことなんですね。そうですね、まあ、ロスというか動きづらいんで動きづらいから拾いきれないみたいな、はい、うん、っていう方向になっていってしまう、うん、うん、まあオーディオ的に言うとそれって音に対してはまあ情報量が多くなるとかっていうことになるんですかね、はい、やっぱりその光カートリッジの音の特徴ってすごく鮮度高くその場で歌ってるような色付けもなくリアルに出てくるっていうのが光カートリッジの特徴なんですけど、やっぱり部品点数も少ないし構成も極めてシンプルで軽いので本当にその素のままポッと引き出せるっていうイメージですね、はい、まあオーディオ評論家の方なんかに聞いてもこのレコードにこんな音がまだ入ってたんだねっていう話をねよく聞くんですけど、まあ、それがその今おっしゃられた磁気抵抗のなさとか、はい、質量の軽さみたいなものによってきっと得られてるんだろうなというふうには、ですね、うん、思います。あと一点誤解されるのが、うんうん、もう一個誤解されるのが、はい、光カートリッジデジタルだって誤解されるんですよね、うんうん、そうですね、で、うん、多分光のケーブルから来て同時ケーブルから来てると思うんですけど、うん、光ケーブルって言いますよね、光ファイバーとかそういうところから光イコールデジタルっていう誤解があって、うんうん、誤解されてることがあるんですけど、うん、光カートリッジの出力って完全なピュアなアナログなんですね、うん、で
まあ、光の明るい暗いっていうのの電圧の変化をそのままアナログで取り出しているので、ここにはもう01とかもうデジタル的な要素は一切ありません。ただまあどうしてもお客様に聞かれる質問は、さっき話した針があるんですかっていうのと、あのデジタルなんですかっていうこの2つの質問がもう本当にいつも受ける質問なので、やっぱ皆さんの光り方としてまだデジタルだって誤解されてる方が結構いらっしゃる。そうですよね、社名がデジタルストリームもあるしね、はい、そこもあるかと思います。だからポイントとしては針はあるぞと、はい、そうですね、からアナログだぞというのを、はい、もうちょっとご理解いただけると嬉しいです。そうですね、はい、あとは音を聞いていただくと、ね、そうですね、はい、あのオーディオ販売店なんかでもイベントとかやってますから、そうですね、はい、まあ、そういうところでぜひ聞いていただくと、あ、なるほどと多分思っていただけるんじゃないかなというふうに、はい、はい。DS オーディオの光カートリッジはこの1階の製造フロアで作ってます。でイコライザー部分とかはまあ別の部屋で作ってるんですけれども、この部屋では光カートリッジのもうカートリッジですねを作ってます。それをまあ今からご案内させていただこうと思います。でまず最初はこちらですか。最初そうですね、はい、針を立てて、まあ、針のユニットを作っていくところになります、はい。こちらご覧いただくと分かると思うんですけど、針の先の先端の角度ですね、はいはい、のをジグで合わせてます。でこちらこれからずっとそうなんですけど、私どもジグを使ってあのカートリッジを作ってます。で MMMC カートリッジの場合ってほとんどがこう職人がこう職人さんが顕微鏡を覗きながら作るという形が多いかと思うんですけれども、私どもの場合は一個一個全てジグを使って製造するっていうところがあの特徴です。ジグっておっしゃってるのはこのマイクロスコープですか。そうです、カメラと、カメラと、それからそのモニターと、はい、このマイクロメーターを使って押して調整するような形ですね。でこれも全部自分たちで設計して作りやすいようにやってます。ジグそのものもご自分たちで作られた。そうです。でこのカメラ2箇所、はい、水平垂直、はい、上方向と横方向からあの全てカメラで針の位置関係を確認して作ってます。でまあいろいろ針の作る工程もあるんですけど、これは針先の部分をちょっと見てますね、はいはいはい、緑のライン見ていただくと左右のライン合わせて針先自体がまっすぐになっているか、うん、でこれをこうラインを出して見ているので、まあ、誰が見てもこれは例えば針のあのが垂直に立ってるかっていうのを確認してます。で赤いラインにきっちり沿ってるといいんですけど、これが斜めだったりするとまあ、真っすぐ立ってないよねっていうことで、これもラインを見ながら位置を確認してます。でこれは感知レバーがこう垂直に立ってるってことですね、はいはい、次の工程がですね、これ遮光板 LED と先ほどご説明したように LED と太陽電池の間に薄い100ミクロの遮光板が入ってます。で遮光板が LED のこう明るさの明暗を作ってるんですけど、これが遮光板の位置を出してるとこですね。でこの見えてる幹の耳みたいなのが右左チャンネル用の遮光板、まあ、1枚の板なんですけどになってます。でこれを手でこう位置を角度ですね、振り角を合わせて接着するっていう工程です。でこれ見えてるのは爪楊枝ですね。で針先がここになります。はい、はい、見えますかね。なんで針先のラインから遮光板のラインにかけての位置関係をこれで見てます。じゃあ遮光板にピン合わせられます。うん、でこの2つの関係で、まあ、位置が決まってくるというような感じですね、うん、で横から見たの出せます。でカメラも、2方向で見てるので、まあ、遮光板の位置見た後に、まあ、縦のラインも揃ってるかっていうのを確認して、うん、このユニット1つずつこう組み上げていくというような形ですね、うん、今のが遮光板の位置合わせをやってます、はいはい、と遮光板がついた後今度 PD 受光素子の前に、うん、なんていうんですかね、そのスリットをつけて明暗を
こう検出するここの部分のスリットですね、ここに入ってくる光だけを検出するようになってます。でスリットと遮光板の位置関係って非常に重要なので、はい、それもジグを使って合わせ込みます、うん、そこをこう遮ったり、そうですね、その遮光板のとこに、遮光板がスリットのところにかぶさって、うん、開いてかぶさって開いてっていうことで明るいくらい明るいくらいっていう明暗を検出してるんですけれども、このスリットと遮光板の位置関係を今度マイクロメーター手で見ていただくとミクロン単位で調整するんですけど、これね、はい、つまみみたいになってます。そうです、マイクロメーターで押して位置を合わせていきます。でこれもジグでラインを出しながら位置が合ってることを一個ずつ確認します、うん、でこの辺の位置関係が揃ってないと組み上げた時に左右のバランスだったりとか、うん、音量あのチャンネルセパレーションとかが狂ってきてしまうので、この辺でしっかりジグを使って適切な位置を出してるっていうような感じですね、うん、針先にまたピン持ってきます。あのフォーカスでこれも針先も見ていただくとこうラインが出てる、分かりますよね、うん、で、はいはい、でそれ見ながら奥のラインを出すなって遮光板にして、でこれジグでこの焦点深度が取れないと両方見れないってことがあったりするんで、うん、それちゃんと両方見れるようにジグ改良したりですとか、垂直見れます。こっちも同様ですけど、針の縦のラインも同時にこう見ながら、ずれていれば、まあ、調整して合わせるっていうような形ですね。でこのジグももうだん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 改良していっていて、今第3世代になるんですけど、まあ、第3世代になってもういろいろこううなぎのたれじゃないですけど、どん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 こう女性がよくそうですそれでまあ良くなっていって、今最初この辺で作ったまあユニットを組み込むとほとんど出荷スペックになるように、まあ昔はやっぱ調整でこう合わせ込む部分が多かったんですけど、だいぶその辺が良くなる、もう良くなってきてるって感じですね。でこのジグとまあ作り方も日々こう改良しながらやってるようなイメージです。これが LED、 右チャンネルと左チャンネル用の赤外線の LED です、うん、今ボールペンの先が入ってきてると思うんですけど、これボールペンの先です、うん、なのでサイズ感、うん、どんぐらい小さいか見ていただいたら分かるかと思うんですけど、右チャンネル用の LED、 赤外線 LED、 左チャンネル用の赤外線 LED、うん、これを使って明暗を検出、明暗を出してるって感じですね、うん、ボールペンのボールより小さいですかね。同じくらいですかね、もうちょっと小さいくらいかもしれないですけど、あれが光るってことですよね。そうですね、赤外線なんでパッと目で見ても見えないんですけど、でこういうパーツって携帯電話 の、 その顔認証とかで使われたりするような部品なんですよ。なんで暗い時でも顔認証であの携帯電話開いたりすると思うんですけど、なのでそのハードウェア自体がすごく進化していくんですね。なんで僕らが普通に製造してる間でもまたあの高出力のものとか、あの熱が出ないものとか、どんどんハードウェアが進化していくんで、まあこの同じ製品の中でもちょっとずつこう変えいい部品に変えたりとかはしたりしてます。なのでなんかハードウェアも勝手にこうそういう携帯とかに使われる部品を使ってるんで、まあこう良くなったりすることもあったりします。これが向かい合ってついている太陽電池、フォトディテクターです、うん、でこの前にスリット、さっきのあったスリットの板が来て、まあ、全部がこう検出範囲にならないようにはなってるんですけど、うん、まあ、サイズ感としてはさっきとあまり変わらないですよね、うん、これとさっきの LED とこの PD 太陽電池が整体して向かい合って設置されているようなイメージです、うん、で本当にこうこのサイズ感のものがこう向かい合ってるのが光カートリッジですね。あのスマホの進化がこういうところに影響があるっていうのはちょっと意外ですよね。そうですね、うん、まあ、PD、そういった部品を使うことで、うん、このカートリッジがどんどん改良できるというか、うん、今更新しい磁石コイルってなかなか出てこないと思うんですけど、うん、そうですね、はい、
こうやって光カートリッジの場合は、うん、ハードウェア自体もこう良くなっていくのにこう、うん、乗っかっていけるというか、うん、っていったところもあったりします。まあ、だからまだ進化のその余白があるというか、そうですね、伸びしろまだあるというか、ハードウェア自体もそうですし、うん、まあ、設計自体もまだまだできることはあるかなと思ってますんで、うん、で今の LED と PD が組み付いたもの、組み付けられたものになります。うん、で先ほど上から覗いていた赤外線の LED がこれですね、2個、うんうんうん、で PD 太陽電池がここの2つになります。うん、でこの間1ミリない間にここ見えますかね、100ミクロの遮光板、さっきあちらで調整してた遮光板がこれです。うん、薄さ100ミクロンですね。100ミクロンのものを普通人間の目で確認できないですからねそうですね。うん、で100ミクロンでこの間が1ミリないくらい、設計値で1ミリないくらいの間に、まあ、100ミクロンの厚さ見ていただくと分かると思うんですけど、うん、に遮光板が入ってきて、うん、まあ、影を作ってる、まあ、ものすごい小さな範囲で、うん、まあ、そうですね、これが LED ですね。うん、こうやって拡大してみるとなんかものすごく大きい電子部品みたいな感じしますけど、実際には、まあ、カートリッジのサイズ、そうですね、感知レバーのところを見るとね、サイズ感が分かりますけど、はい、ボールペンの先がこんなサイズなのでこのサイズでまあものづくりしてるっていう感じですね。うん、ここ見ていただくと遮光板の位置がだいたいこの窓の真ん中ら辺にいると思うんですけど、これが当然外れてしまったら検査範囲外になってしまうので、この窓のこの位置をジグを使って出してるっていうような感じですね。うんうん、適当に組み付けたらやっぱりこんなとこ来ないんですよね。はい、へえ、すごいもんですね。なので一個一個、まあ、ここの設計地に来るように、うん、さっきのジグから一個積み上げてきてるっていうような感じですね。うんうん、でこれがベリリウムの板ですね。あと遮光板、遮光板が今第3世代からベリリウムの板になります。まあ、軽くて硬い。そうですね。ただもうサイズ自体はもう吹けば飛ぶような大きさなので、うん、まあ、MMMC の10分の1以下くらいの重さになってます。うん、部品として組み上がってきたカートリッジを最後組み付けて出力調整、まあ、最終的な出荷確認ですね、検査を行ってます。でここで主に何をするかというと、出力左右の出力バランスですとかチャンネルセパレーションとかそういったものを一個ずつ確認していきます。で実際にテストレコードを使って確認していく作業になるんですけど、光カートリッジの場合特徴的で、DC、フォトディテクターにそもそもどのくらい電圧が入って、まあ、光が入ってるかっていうのがこちらで見えます。で反対側で AC 最終的なオーディオ出力ですね。なのでこちら側の AC 出力がピタッと合うように調整していきます。で今ちょうどちょっとずれてるものを例題として持ってきてるんですけど、出力を取るとこれAC の方を見ていただくと、右チャンネルと左チャンネルちょっとバランス揃ってないかなと思います。緑の青い方が小さいですよね、少し。でこの2つのバランスが揃うように調整していきます。で出力を見たら、まあ、今は右チャンネルと左チャンネルの LED の出力個体差が多少あるので、そこをつける抵抗値を変えて、まあ、簡単に言うと右ちゃんをもう少し光らせてあげる、 LED を光らせてあげることで左右のバランスを取るようなことをやってます。でチップ抵抗を一個ずつ手で付け替えて左右のバランスを合わせます。でまあ、1回でうまくいけばいいですけど、まあ、いかない場合はちょっとずつちょっとずつこう抵抗値を動かしながら付け替えていきます。ああ吸い取ってますねそうですね。最初ジグで機械的な位置はピタッと合わせているので、うーん、そこで出た出力差っていうのは LED の明るさの違い、うん、元から持ってる個体差なので、それを抵抗を使って合わせちゃうって感じですね。
手技ですね。低出力、さっき青の方が小さかったかなと思うんですけど、だいぶ近づいてますね。揃ってきましたね、うん、出荷スペックいけそうですかね、うんうん、ピタッと合ってきてなので明るさ、LED の明るさ自体をちょっと暗く、ちょっと明るくっていうのを調整して左右のバランスをとってます。うん、で、まあ、ここの辺合わせて、あとはクロストークとかコンプライアンスも見ていきます。うん、で、一応出荷スペック27デシですけど、だいたい30デシくらい出るようなところで調整は行ってます。まあ、この子が今どんくらいか分かんないですけど。ちょっとかな、うん、もうちょっと追い込まなきゃいけないんですけど、うん、この反対側に漏れてる波をよりフラットにしてセパレーションを、まあ、取っていくって感じですね。多分これだとまだ30デシないので、うん、もうちょっとなんですけど、まあ、そういうの1個ずつ全てもう抜き取り検査ではなく1個1個検査行ってます。全数検査、ね、そうですね。こうやって別のものでこうチェックして2人の試験を通った検査を通ったものが、まあ、出荷されていくっていうような感じですね、うんうん、こちらの部屋で主にイコライザーですね、その他イオナイザーとかスタビライザーのアクセサリーも作ってるんですけれども、主にイコライザーの製造をこの部屋で行ってます。で、まあ、こちら今作ってるのが DS マスター3ですねのイコライザーの製造を行ってます。で、一個一個全部社内で組み上げして調整して、調整というかまあ検査して箱詰めしてっていうのを全部社内で行ってます。これはマスター3作ってるところですね。まあ、製造指示書に従って、まあ、作っていくっていうような形ですね。マスター3っていうのは3番目？上から2番目ですね。はい、グランドマスター、次マスター3。180万円定価のイコライザーですね。で、この隣で今作ってるのが DSW3 ですね。これ去年出たモデルですけど、まだよく売れてるので作ってます。で、これも全て指示書をこう、作って、で一個ずつ工程にをこう進んでいくっていうような形ですね。なので全部社内で手作りで作っていくっていうのが特徴ですね。で、この辺のイコライザーは全部これ基板見ていただきたいんですけど、全部抵抗と抵抗の足が直接絡めてハンダ付けしてます。いわゆるプリント基板じゃない。プリント基板の銅箔も通ってるんですけど、それだけだとやっぱ音質的に劣化するっていうことで、音楽信号が通るところは全部こう抵抗と抵抗の足を直接絡めてハンダ付けしてます。で、これ特徴的で、あまりこう表に出てないんですけど、こんなことやってるメーカー多分うち以外、まあすごいものすごい手間かかるんで、まあ見た目汚いんですけど音質的にはすごく良くなって、で最初の頃にこれがボトルネック、製造のボトルネックになってたことがあって、でこの作り方と普通のプリント基板の作り方でブラインドテストをしたんですね。でパートさんも座って、でまあ、分からなかったらまあ普通の作り方しようということでやったら、まあ僕も含めてですけど、普段音楽聴いてないようなパートさんでも、もうこっちの方が音の鮮度がいいということで、10分の10じゃないですけど全員がこっちがいいって言ったんで、今でもこの作り方をやってます。ただ E1 だけですね、一番安い10万円のモデルだけは普通のプリント基板方式でやってますけど、それより上のモデル、この W3 もマスター3も003も、まあこういった裏打ちというか抵抗と抵抗直接、まあ昔の空中配線のような形で、そうですね、はい、空中配線かつその足の下が、これはここですか、下は銅箔のは通ってます。銅箔も通ってます。でやっぱ
接点がしっかり取れるように、うんうん、だからダブルでいるような感じになるんですけど、うんうん、そういうことなんだ。でこれはグランド強化でこう裏打ちの配線もしっかりやって、この基板を作るのにものすごい工数がかかるって感じですね、うんうん、これだけでも。でそれこうパッと上から見たら全く分かんないんですね。はい、なので結構その辺にここの基板の作り方だけで結構かなり音良くなったりとかしてますね。これ超完成と。そうですね、うん、はい、こんな形です。でこれはまあその基板に組み付ける前の部品のところですね、うんうん、で部品レベルをこう作っていって最後あっちでアッセンブリしていくような形。やっぱり機械部品なんでいろいろとストックも多くなってきちゃって、こう部品とかをこう一個ずつ在庫でやってます。あと洗剤とかも、うん、これもうちの中で作って、これそのイコライザーごとに必要な長さと仕様があるので、それをこう部品として作りだめて製造するときに使っていくっていうのは線の切り出しからも行ってます。でこっちもイコライザーなんですけど、この場合ここは003のイコライザーを今組んでるところですね。だいぶやっぱり小さくなりますよね。そうですね。でシャーシを組んでいって、その上に基板が乗っかってくるような形になります。やっぱりカートリッジと違って物がだんだん大きくなってくるっていうのはやっぱり違いだったりしますね。003のイコライザーで今線切ってますけど、ここがグランドマスターのイコライザーを作ってるところですね、トップモデル。そうですね、イコライザーで定価400万円税別のイコライザーを、線を切ってる段階だと。そうですね、ここだとわからないですけど、わからないですけど、はい、ずっとここで。だいたいその各モデル一人の方が作り上げる、グランドマスターに関しては彼女だけが作れるような形で、他のモデルはまあなるべくいろん、まあ、誰でも作れるようにとはしてるんですけど、やっぱり専属みたいな形になってしまうところはありますけど。じゃあここはグランドマスター専門ラインと。そうですね、もうこの2年くらいですかね、3年ぐらい専属ラインですね。素晴らしいですね。前ですね、ずっと作ってるって感じですね、うん、な感じで、で出来上がってくるとこっちにこう、まあ、上かぶち当てるんですけど、はい、こう組み上がってきたらここにで出荷検査して、うんうん、まあ、出荷を待つっていうような形ですね、うん、な感じで完成品ですね。はい、そうですね。これ線つないであるのがエイジングみたいなこと。そうですね、エイジングをかけて、うん、情報入れてます、うん、でエイジングかけて一定時間経ったら、うん、出荷に行くっていう感じですね、うん、はい、これマスター3ですね、うん、すごいですね、立派ですね。なので、うん、こんな感じで組み上がったものが全部金曜日に出荷されていくという感じですね、うん、1回なのでここがゼロになって、うん、また次の週の金曜日に全部作って出ていくというような、うん、このグランドマスターで今線を切ってらっしゃいますけど、はい、ここからどのぐらいでできるんですか、はい、1日とかじゃ無理ですね。いやいや全然無理ですね、2週間3週間、組み上げまでやって2週間、出荷まで3週間。じゃあ月1セットとか。今はそうですね、昔は2セットベースでずっと動いてたんですけど、うん、今1人になったんで、うん、そのくらいのペースをずっと続いていくって感じですね、うん、じゃあ受注残みたいなものがやっぱり今まだ追っかけてる状況ですね、はい、うん、幸いに、はい、こっちは E1 作ってるようなところですね、うん、一番小さなモデル、さっきから見ていただくと、うん、サイズがガクッと小さくなってますけど、そうですね、はい、なんか買えそうな気がしてきました定価10万円、うん、税別ですね。これも出てからしばらくかなり経過してるんですけど、うん、まだ売れるモデルですね、うんうん、まあね、まずは試してみるっていうか。そうですね、その音を体験してみるっていうのではね、はい、必要だと思います。マスター3のイコライザー、うん、で工程ごとに01、02、03って出てると思うんですけど、うん、と、はい、工程で誰がどこをやっていてどこまで進んでいるかっていうのをこう工程ごとに管理してます、うん、なので例えばこの
端っこの方行くと、まあ、15番目くらいまでしか来てないねとか、うん、誰がどこをやってっていうのが一目で分かるような状況になってます。強い感じのことっていうのがいいっていう方も、まあ、だから結局はまあ好みになると思うんですけど、だからまあ光でしか表現できない世界っていうのはあると思うんで、うん、それはね確かに感じますね。だこれ一回聞くと結構取り込んでなっちゃうな。そうです、若いの本当に若いもうこれしかないねっていう人と、うん、やっぱ僕の求めてたアナログってこっちじゃないねって思う人もいるので、うんうん、まあそれが選べるから僕はまあ面白いと思う。そうですよね、そもそもいい音のデッキがみんな違う中でやってるので、うん、今のこの D ストーリーを持って、かつてその東芝 の先輩に聞かせていただいた音に比べてどんな感じ？だいぶ近づいてるとか、まあ、イメージはだいぶ重なってきてるかなと思うんですけど、でもあの時のこう興奮というか、はい、感動みたいなのがまだ先にあるんでしょうか？まあなんかそこを追い求めつけてるわけではないですけど、なんかやっぱまだ先があるんじゃないかって思いが常にあって、うん、さっきのハードウェアの話もそうですし、ハードウェア設計自体も僕らもまだ10年しかやったことなくて、やっぱこうしたらいいんじゃないかっていうアイデアがいっぱいあって、なんかまだまだ先はあるんだろうなと思ってますけど、そうか、トリカートレッジ始めて10年、10年になりますね、2023年そうなんですよ。じゃあどうするか、10周年記念までもないですちょっと考えてやってないです。心を溶かす色彩の炎を甘く囁いた吐息が眠る。これめっちゃいいじゃないですか、うん、あのね、声の歌のノリが違って聞こえますねイベントで使っていいですか？使ってください。これでいい、1曲目がとにかくあのレコードアナログで今 A の位置ですか？そうです、作りたくて作ったんです、この1曲のために。いやいや、いいっすねこれ普通にイベントで使いたい。これ元デジタルですか？デジタルです。なんかね、こういうの壁が違うのはなんでだろうなこれいつも聞いてるんですよね。今のそうイベントで もっとね、いつも聞くのはどれがいい、うん、ちょっとなんだろうな、軽いっていうか半入っていうか、うん、ちょっと後ろに弾いてる感じがすごいよくわかる、うんうん、これいつ出たんでしょう？これはね、去年の11月から、割と最近。そうですね、一番新しい、うん、あのやり方です、うん、これイベントで全然使えてるそうそう、ね、で、あの今80年代、90年代のミックスが流行ってるので、その辺のヒットがいいとか選びますよね、ステラさんのやつ今日は、DS オーディオの、まあ、誕生から、それから光カートリッジ、光電式カートリッジのメリット、特
特徴を伺って、実際に製造している現場も拝見し、音も聞かせていただいて、大変充実した取材になりました。はい、ありがとうございます。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。